よう暇人てっちゃんだ。トランです。アンフェックス。今日はね、まあ、皆さん待ちに待ったバスケ企画なんですけども、トモヤンがさっきツイートしてここのバスケやってるっていうので来たいと全員倒していくっていう企画をやっていきたいと思います。ゴーイ。でも早速ね、この子が来てくれたんで、トモヤン VS この子で、まあ、いきなりここでやられたもうここでどうぞ。どう今日火くれるまでトモヤン倒せるやつ現れるかっていう企画なんで、まあ、早速一人目やっていきましょう。バトルゴーファイツ。おお、こうゴリゴリですね。これゴリゴリの感じ。まあ彼は高一なんでね。あ、高一なんです。もういきなり打ってきましたね。これ何ってね、このコートとかも結構滑るからちょっと俺。ビッグス見た。え？なんて？はい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 、はい。ですか。まず1本目。ここで抜いてきた、ここで抜いてきたっすよね。お、またどうした。あー、滑ったね、これ、うん。あれ、結構みんな、滑るから。ね、センターから、あれ、パワーフォワードになっちゃう。こいつやった。はい、おーおー、わー、外から入れる。アウトローって感じですね。でこだバスケは型破りなバスケって感じです。あ、でも型がないと型は破れないんで、トモヤンさんは基本はできてるって。まあ、基本はびっしりでしょ。あ、いい、あのね、決める。あれね、チェンジオブペースがいい感じに決まったっすね。ちょっと無理にいったかな。あー、でも決める。無理にいっても決める。まだ1戦目なの。ラスト。わーやる。流行った人を小バカにする技。ついに5トンあるアーマーを脱ぎました。やばいですね、これ孫悟空レベルで必要になるよ。ついにあのアーマーを脱いだということは、彼も相当な能力を発揮します。あれ赤いですかね、多分あれ、あの八門投稿返してますよ。あ、バックチップね。年々改正されてるんです。いや、もう審判の味方です。なるほど。決めるのか。決めた。試合終了。まあとりあえず1戦目はね、この子が対戦してるんですけど、どうでした？トモヤンさんの印象。なかったです。もうその一言ですか。とりあえず何も言えない。何も言えないです。何やそれ。言わせん。何言わせんねん。あら。あ、まだ。またお願いします。いやでも勇敢に来てくれたっていう、うん、そんなにチャレンジ精神はなくさないでほしいと、うん、どの立場で言ってんねん。ほんまに、ほんまに。まあ先ほどね、白熱した1戦目が終わったということで、もうすぐ2人目の挑戦者が来てくれました。こちらの方々です、どうぞ。どうも、ボールボーイ。ブラジルの試合控えてますか。ということで、ね、次は相手2人の、うん、2対1。ああ、そう、未来の最強スター選手ですよ。 3P ね。そう、大丈夫。そう、まあ、相手ね、やっぱ小学何年生、4年生と2年生だから、さすがに1人じゃな、ちょっと厳しいとかあるから。2対1まだ可愛い。やろうか。髪型して、全力で全力で倒しに来てください。若き日のドバシを思い出す。もう服装が、もうパスワーク、もう動きが小学生じゃないぞ、これは。結構クラブチームでやってるで、後からうまい、もううまい。僕
から見てもないですよ、彼は。いや、ともやもね、ちゃんともう一人の方も確認しながらディフェンスついてますからね。おお、グッてきた。打った。やはりしかしまだ届かない。お、来たー。ついに1点2点2点。身長は伸びなくとも精神は伸びた。さっきから解説が、実況が秀逸なコメントを残しております。パスワークで行くと、これパスワークで行くやつですね。どうともやが守れるかっていうのもね、見どころですね。チリだね。それはね、見逃さないでね。パス行くか、シュートで行くか。あー、惜しい。でもまだ似てるんだからね。おー、うまい。今のうまい。惑わせますね。おお、あん。呼んでみです。おお、うまい。決める。は？あ、抜けた。ダブルチームとかね。トモヤン 3D って感じですね。また抜きよ。おー、うまい。おー、うまい。間を割った。間を割って外した。言ってたトモヤンがイカれてるよ。補足です。これ下手したら体力持ってかれますね。お、うまい。いやー、ラストですね。タイミングの外し方がほんまにうまいですね。もうそろそろ決める頃じゃないですかね。彼も同年代からしたらあまり身長は高くないのね。いや、もうほんまにガードですから、まあ、ちっちゃい方ですから。まあそろそろ決めるんじゃないですかね。おー、うまい。おー、うまい。そして外す。あ、そしてここで決めてたらかっこよかった。分かんないですけど、いや最初の方分かんなかったし。おー、いいブロック。まあ身長差ですね。実況が歌い出しました。あ、これシューティングスターや。あ、じゃあシャイニングスターや。うまい。あー、でもね、今の数のね、はい、試合を積むごとに彼は成長してますね。そうですね。戦えば戦うほど強くなるサイヤ人のように。うまい。今のユーロステップはうまいですね。お彼の手はもうすでに相当疲労は溜まっていると思うんですけど、ね、しかしそれでも諦めない精神、
やはり最後ってこんなこと言ったらあれなんですけど、テクニック云々じゃなくて、そろそろ行きますわ、感情論だと思うんですよ。でもテクニックが同じやつで最後どっちが勝つって言ったら、やはり根性のあるやつ、まあ根性は、まあ確かに根性ですね。やはりディフェンスとかなんて根性論でしかないです。最後は根性ですけど、でもモナが言うのは一つテクニック。まだ抜き、ああこれ完全シャイニングスターのやつさ。いや来たよ。お疲れ様です。ありがとう。どうでした？強かった。うん、もうその一言。楽しかった。ありがたい。また大きくなって。伸びしろなんで、将来君たち二人をテレビで見れることを楽しみに、俺YouTube 活動続けていきたいなと思います。どの口がほざいてる？ありがとう。